皆さんこんにちは、井出祐樹です。本日もよろしくお願いします。今日はどこに来てるかというと、皆さんもご存知、カゾスケートパークに来ております。お邪魔します。カゾスケートパークは僕が今まで行ったパークの中で一番好きなスケートパークでして、まあ、サーフスケーターいつもたくさんいるパークです。今日はそんなカゾスケートパークをちょっと紹介できたらなと思いますので、よろしくお願いします。ここにですね、トイレが、裏に自販機もあって、駐車場もありまして、で全て無料で使うことができると、非常にありがたいパークですね。はい、ちょっと近寄ってみましょう。まあ、カゾは埼玉県のカゾ市かな、埼玉県のパークですね。埼玉ってスケートパーク多いですよね。で、そんな埼玉のスケートパークの一つ、カゾスケートパークですね。で、中は店員過ごしにこんな感じですね。カメラマンはみゆちゃんですじゃあ早速パークに入っていきましょう。入り口はこちらですね。路面はツルツルな路面ですよ。非常にツルツルです。素晴らしい。で、まあ、ちらほらセクションがあって、まあ、サーフスケーターの方は多分みんなここが好きですね。カズさんが滑ってますね。カズさん YouTube です。あ、今 YouTube です。あ、カズのローカルのカズさんです。カズです。ヤウですね。ヤウです。リーナ 33.5 です。はい、調子いいです。買ってくださいこのパークの隣に、まあ、屋根もありますし、水道もありますし、それからテニスコートでもないか、壁当て、あと遠くにバスケットコート、バスケットゴールもあるので、お子さんを連れてきてここで遊ばせるのも一つの手なんではないでしょうか。ありがとうございますはい、ここのスネークはですね、まあ、っていうかここのパーク自体人がみんな優しいので、とてもね穏やかな人が多くて気軽に来れるパークだと僕は思います。ここのスネークはすごい楽しいんですけど、やっぱりある程度の技術が必要で、このスネークを回りきるにはまず坂を降りる、まあ、降りれなくても最悪プッシュでできますけど、ただ降りた先にまた坂を登ってまた降りてってっていう風に、スピードを失わないようにスピードを生みながら、でなおかつ突き当たりのターンでターンをして、でターンしてもなおスピードを緩めずに帰ってくるっていう必要があるというか、なのでそういう意味では本当の初級者が来ると難しく感じると思います。ただもちろん練習できるので。で、まあこのスネークのコツは、まあみんな言いますけど、やっぱり最初に降りてから降りるときにしっかり体重をかける。この時に足を踏ん張るっていうよりかは上体を下げて、足はどっちかっていうとストレスフリーな感じで、上体をしっかり下げて荷重してスピードをつけて降りる。で今度登るときは板をぐーんと伸ばすように上体を上げて体重を抜いて上に浮いてくる感じですね。
でまた上体を下げてスピードをつけて回っていくと、まあ、これが大まかなやり方なんですかね、おそらく知らないですけどだから実際はここに来てみんなやってみてほしいですね。今日はね曇りですよ、はい、曇りですよ、いい天気ですね晴れてるとね、ここパーク自体白いんで照り返しで結構日焼けしますから、日焼けを気にされてる方はね、日焼け止めをしっかり塗ると、これもまた大事なことだと、思いますね。はい、こんな感じでね今日はゆるくねやっておりますから、皆さんぜひカズスケートパーク遊びに来るといいんじゃないでしょうかね。本当に楽しいですからね、はい、やっぱりこんだけね毎日誰かしらのサーフスケーターがいるっていう、めったにないスケートパークだと思いますよ。僕も普段地元の舞浜スケートパークで滑るときはサーフスケーターなんかめったにいないですから、肩身狭いわけですよ。でもここに来るとみんなヤウやらカーバーやら持ってサーフスケーターいますから、あ、カーバーですかヤウですかっていう感じでみんなで話したりね、とてもいいコミュニティがありますよここには。だから気になった方はね、もう明日にでも来ると。ただ注意点がありましてね、あのここのカズスケートパークはちょっと正確じゃないんで濁して言いますけど、多分月に1回とか日曜日に貸し切りでねスケボーのスクールをやってるみたいで、その日は一般の人は入れないと。でもそれ以外は入れますと。一応公式的には多分朝9時から夕方の5時までなのかな、うん、管理人さんみたいな人が入り口を開けて閉めて管理してると。まあその空いてる間に来ると。あとはねゴミ箱がないんですよここのスケートパークは。なのでゴミの管理、これは徹底する必要があります。やっぱりカズスケートパークのインスタのアカウントがあるんですけど、まあゴミポイ捨てというかゴミを持ち帰らないとか、まあ、そういうのが続くとここのカズスケートパークもね、おそらく僕が聞いた話だとあるショップの方が一生懸命署名活動を行ってみんなの力で作ったスケートパークと聞いておりますので、まあ、そういった方たちのためにも他のスケーターのためにもマナーよく使う、ゴミは持ち帰る、大事です。じゃあ軽く一周してきますね。一気に車内に映ってますけど、
ぱりね、すごくいいパークですので、興味持った方はぜひ一度足を運んで来ていただきたいですね。やっぱりパーク怖いとか、いや自分全然上手くないからっていう人でも、そんな人でもね、みんなこう包むようにあったかいアットホームな雰囲気があるのがカズスケートパークのいいところの一つなので、まあ、そういう方もぜひ足を運んできて見てください。あとスケートパークの紹介は今回のカズスケートパーク以外にも僕の地元の前浜スケートパークの紹介動画も以前に上げておりますので、そちらも興味ある方は見てみてください。そちらの前浜スケートパークの紹介動画は今日よりかはもうちょっと気合い入れて作ってま